はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、こちら久しぶりにね、新しい手引きミールを買ったんで開封していきたいと思います。これ Amazon で買ったんですけど、この間ね、カリタさんのショールームに行った時にちょっと見つけたんだよね。ちょっとこれ可愛いなと思って、今までね正直ノーマークだったんだけど、ちょっと実物見たらやっぱりなんかこう欲しくなりますね。はい、こちら、カリタのコーヒーミル KH9B ってやつですね。はい、こちらでございます。なんつうかね、ちょっと箱がいやいや傷が入ってるというか、だいぶ昔のものなんだろうね。これカリタさんの、だいぶ本当に、スタンダードなモデルっていうか、昔に出たね、ずっと売れ続けてるモデルかとは思うんですけれども、はい、まあ、基本的には僕の持っているよし、はい、こちら、クラシックミルとほぼほぼ構造は一緒です。ただなんで、じゃあね、僕がこのミルを買ったかっていうと、これね、引き出し部分がちょっと違うんですよ。普通のこのクラシックミルって結構ね、引き出しのところ、漏れるんだよね。漏れるっていうか、ずっと引いてると粉がこの上に溜まってきて、こうだんだんね、こうすごく高くなってくるんですよ。そうすると気づかないうちにキャパシティを超えていて、それを引っ張り出そうとするとうわちゃっとこうこぼれたりだとか、あとドリッパーに移すときに漏れる、こうするときにね、結構ここでかいからバサッとねまとめてこぼれちゃったりだとかするんで、僕普段このエアロプレスのファンネルを使っています。これを使って粉を入れてるんですけれども、まあちょっと不便かなと思ったんでね。でもう一個、まあ、手引きに持ってもいいかなと思ってこいつを買ってみました。はい、開けていきましょう。こいつをとりあえず溶かしてね。あ、そう、あのねこの中にもね結構ね漏れるんだよね。これほんとお気に入りでね、すごくどっしり構えられて引きやすくて使いやすいミルなんだけど、若干ね、そういう気になる点があるんで、まあ、これによってね、改善できるんじゃないかなと思いました。よいしょ。あ、やっぱりそっくりだね。はい、まず取っ手が出てきました。こちら、クラシックミルとほぼほぼ一緒の、うん、取っ手ですね。はい、こんな感じ。で、本体。おー、あー、いいね、やっぱり。あ、かわいい。うん、かわいい。説明書とかは特に入ってないね。はい、これだけ、カリタの手引きミル、KH9B でございます。これを、まあ、合体させればいいのかな。まあ本当に構造的には一緒やね。このネジを外して固定金具を取る、そして調節ネジをまあひねるのかな。適当でいいや、まあ、このくらいにして、さらに固定、ここにハンドルをつけたら、はい、ネジで止めて、よし、 OK、 できました。まあ非常にシンプルな形ですけれども、これがねめっちゃ可愛くて、あのカリタのショールームで見た時に、樽っぽいじゃんこれ。僕このうちにこのコーヒーの樽とか、あとこのミニチュアのねキャニスタみたいなもんとかいろいろ置いてて、樽がねすごく好きなんですよってことに最近気づいた。これ見た時にまずフォルムでめっちゃいいなと思って、で次にこの引き出し部分を、ほらこいつはね、はい、こんな感じで分離式にしてあるんですよ。乾燥剤入ってましたね。はい、こちら、まあすごくシンプルな構造だけど、これによって簡単に多分ドリッパーにコーヒーの粉を入れることができるし、まあ漏れる心配もないし、であとやっぱりね、あー、このね、やっぱこの樽型がねすごく、あ、やっぱね、手にフィットするんだよね。軽く触らせてもらったんだけど、うん、持ちやすい。ちょっと女性には若干大きいかなと思うけど、僕くらいの手の大きさだったら全然ね、うん、あちょうどいいな。このクラシックミルとはまた別のジャンルのこうかっこよさがある気がする。うん、いいね。まあどっちも木製なんだけど、やっぱ木製ってなんかこうそそられるよね。で、豆を入れるところは両方とも、はい、こちら金具ですね、金属製。あ、結構硬いな。あ、ほうほう、結構ガッチリしてる。うん、じゃあ早速ちょっと豆を引いてみましょう。とりあえず先に、引き加減を決めないといけないから、どんくらいなのこれ。うん、ちょっと説明とか書いてないね。これやっていくしかないのか。じゃあこのクラシックミルを参考にしてみる。まあ多分全然金具の太さとかも違うんだろうけど、わからんダメだ、とりあえずこれでやってみよう。これで固定金具をつけて、
取っ手を乗っけて、ネジで締める。さあ、じゃあとりあえず豆はケニアの深煎りで、もアサリだとね結構硬いから深煎りで引くのが僕は好きです。よっ、こいつを開けます。うん、やっぱ結構硬いね、がっちりしてる。まあよく言えば不意に開いてこう豆が飛び散るってことはないんでしょうね。はい、でここに豆を入れる。うん、まあそこまで入るわけじゃないね。今少し振りながら入れてみたら、深煎りのフレンチローストの豆が 16g くらい入りました。はい、じゃあ引いてみましょう。よいしょ、よし、じゃあいきます。あ、いい音してる。感覚としてはなんかいけてそうだけど、ちょっと待ってね。あ、いいじゃん、結構綺麗に弾けてる。気持ち粗挽きくらいだから微妙にちょっと調整してみるか。あんまりでも弾いてる途中にやるのは良くないけど、豆が入ってるからちょっとだけ右に回して細かくしてみました。よし、じゃああとはこのまま弾いていきます。あ、やっぱりね、あ、なんか、うん、弾いてる時の感触がすごいいい気がする。なんか重たくない、いい意味でなんかこう軽やかに弾けるっつうか。では持ちやすいね、やっぱりこうしてもいいし。あ、今ちょっと見えないけど、あ、はい、こんな感じで足に挟んでね、こうやってゴリゴリしてやるのも安定するし、うん、かなり安定して弾くことができますね。てか物がね、そもそも結構重たいから置いてもいいし、うん、で安定するわ。ハンドルのね、ここが回るようになってるから、こう回すとこれも勝手に回ってくれて、非常に回しやすい。てか楽しい。早くも遅くも弾ける。んな、あんまりねこう速さ感じ良くないですけど、うん、いいね。あ、めっちゃいい香りや。暑いけど、今真夏だけど、やっぱね、コーヒー豆引くってすごい楽しいよ。これから俺は、このミルで、自分でこうゴリゴリ引いた豆で、コーヒーを入れんだよ。あ、引き終わりましたね。はい。じゃあ、決めます。まあ、引き終わっての比較としては、僕の持ってるこの、ハリオのセラミックスリム。こいつに、フィット感では負けますね。こう、もう握った時、こう、胸に抱いた時のこのフィット感はやっぱりこっちの方が勝ちだけど、こう置いた時この重さがあって、やっぱり、うん、回しやすい。重心がしっかりしてて重いから、こう置いた時にすごく安定するし、置くならこっち、持つならこっちって感じかな。でまあそれでも全てが金属製ってわけじゃないから、こうあったかみがあるし、こう木の触り心地がすごく柔らかいっていうか滑らかなんだよね。だからなんかこうそんなにごつくないんだよね。こう旅先とかにこうスーツケースのさ隅っこに入れて持っていっても全然違和感なく持っていけると思う。パーツパーツが本当にがっしりしてるから、途中でばらけるなんてこともなさそうだし。てか、あ、そうだそうだ、引いたんだからさ先に説明する前にね。はい、じゃあこの開けていきましょう。こうバッチリこう樽にしてから開けてみようかなんかこっちの方がこう宝箱感あるね。はい、じゃあ開けます。よっ、あぶね。あーあああ、めっちゃいい香り。ああ、なんかちょっと木の香りと混ざって、なんかより、なんかより美味しい気がする火加減はどうかな、ちょっと出してみるか。はい、こんな感じでございます。お、あ、結構いい火加減じゃない。ほら、なかなかよかでしょ。まあ手で引いたにしては割と揃ってる方だと思うし、うん、これなら美味しいコーヒー飲めるんじゃないかな。てか本当出しやすいな、こんなちっこいねお皿に出したのに。ほら、やっぱりね、そのファンネルとか使わなくてもこの筒状の、受けか、粉受けっていうのがすごく出しやすいですね。うん、いいわ。
よし、OK。はい、というわけで色終わりました。はい、こちらが入れたてのケニアのフレンチローストでございます。ちょっと若干ね、いつもより火加減が細かめだったんで、針を使って早く落として、濃さもちょっと薄くしました。多分ね、飲みやすくなってると思います。よいしょ。OK。はい、じゃあいただきます。ああ、いい香り。ああジャストですね。多分引き加減にその合わせたドリッパーとか湯量とか多分良かったんだと思う。すごくめっちゃ美味しく入ってる、うん、苦味は効いてるんだけどすごくまろやかで、でペーパードリップだからすごく飲みやすくて、うん、すっきりしてますね。飲みやすくて後味引かない、後引かない、これ後味はいいっていうのかな、後に変に残らない。うん。やっぱりペーパードリッパー飲みやすいね。うま。うん。この自分で引いたさ、このゴリゴリ。今引いたばかりの引きたてのね、粉を、美味しく美味しくね、入れてくれてますよ。うん。しかしいいね。めっちゃ気に入ったな、これ。なんだろう。樽でもあり、こう、どんぐりっぽさもなくない？すげえかわいい。収まりがいいし。うん、なんかこう旅行先に持っていきたいですね、本当に。もちろん僕はね、このカリタのクラシックミールずっと前から欲しかったやつを持ってるから、まあ正直言いますよ、そこまで新鮮な喜びはないですけども、なんだろう、今までと違った、なんだこのコレクション欲っていうのかな、いやそんなチャチなもんじゃないな、うん、別にあったからどうこうってわけじゃない、違う、多分これはいろんなものを使ったことによって違いがこうより分かるようになって、今までこう単体で見てたら分からなかったそれぞれの個性がよく分かるようになってすごくまあいいですね。やっぱこれかっこいいよ。でこのハンドルのあの回しやすさもすごくよく分かった。やっぱこれがこの形がすごいいいんだね。腕にあんまりこう負担をかけず簡単に回せます。まあただ空回し良くないんで、あんまりねこうやってやらないようにしましょう。であとまあ気になった点としては、あそうだ、これも気になるのはさ、僕だけかもしれないんだけど、この矢印あるでしょ、ここに。これね、ここを開けなさいって意味なんですよ。これ分かってればいいんだけど、これよく見て、これここにハンドルついてるよね。で矢印はこう開けてほしいからこっち向きについてるんですよ。こう回せとあるの、こう開けろと。ってことはもしかしたらだよ、この矢印こうを見て、上から見たらこう矢印ついてるから、取っ手をこう回せって誤解する人がいるんじゃないかなってちょっと思うんですよ。まあ多分回したらねすぐ気づくとは思うんだけど、ここは少しだけ注意が必要です。いや本当ね、カリタのショールームでこのミルを見た時に、なんて言ったらいいのかな、あの感覚は、こういろいろこう並んでる中で輝いてたんだよね、こうピンときたの、あかわいい、これ使ってみてって。やっぱこうなんつうか、実際見るのとネットの画像とか、あとまあ写真とかで見るのとまた違うってことかな。だからそういった意味じゃ、僕のこのコーヒーワールドはなるべく僕の視点に近い感覚で、この実際僕が見たこの視点で皆さんにもこういったコーヒー器具とか、まあコーヒーそのものとかをね、見ていただきたいなと思ってるので、てかまあそれで終わりじゃなくて、見てもらって実際俺もやりてえなって思ってほしいんですよ。だってゴリゴリ豆引いてさ、でドリップしてさ、ペーパーで、ほんと楽しいんすよ。このなんていうか楽しさを皆さんにほんと知ってほしいから、ぜひぜひこちらちょっと判断材料にしてみてください。まあこのクラシックミルもすごくいいし、 KHQB もいいし、これなんつうんだろう、これ通称とかねえのかな、なんかこうバレルミルみたいな、そんなイメージだよね。あとまあこの僕の一押しのねセラミックスリムもすごくいいし、これハリオだけど、うん、これもう全部ほんと使いやすいし、それぞれの良さがあるから、ぜひぜひ、はい、検討してみてください。はい、というわけで今日のカズマックスの、コーヒーワールドでございました。また次回お会いしましょう。じゃあね。